ああ、おはよう、空くん。パン焼いてね。お兄ちゃん、朝から何ゴソゴソしてたの？いや、童貞が偉業とか成し得なくていいから。童貞は童貞に詳しいんだな。お母さんもそう思うよ、水木。ねえ、今私が読んでる本の題名さ、童貞は悪であるって言うんだけど、朝からお兄ちゃんのこといじめないの。それに童貞にだって童貞の良さがあるとお母さん思うよ。童貞は悪ではない。善でもないけど。お母さんもこっちで聞いてます。わかったよ、もう。お兄ちゃん、今日もただ飯はうまいか？童貞お兄ちゃん。ただ飯でも堂々と食らっていいの。家族なんだから。うん、まそうだけどさ。あと、女の子が朝から童貞とか連呼しないの。お母さん仕事行ってくるからお皿洗っといてね。はーい。ああ、あと空くん、今月の検診いつ来る？オッケー。夏休み始まると受付ちょっと混むけど。空くん、水木のこと今日もよろしくね。行ってきます。不器用だよね、お兄ちゃん。お母さんに敬語なんて必要ないと思うけど。美人だからな。童貞的には敬語抜けないか。抜いてばっかいるのに敬語はなかなか抜けないか。家族なんだから、お兄ちゃん。
同じこと何度も言わせるなし。の妖精、お茶の魂と書いてちゃんこんくんだし。話しかけてみ、ちゃんこんくん喋るから。いいからいいから、ささまあ落ち着け、座れよ、チンチンしまえよ。だからチンチンじゃねえし。股間からこんなチャーミングなの生えてたら迷わず処女捧げるわ私。瞬間チンチン連呼すんなし。それか。でもすっごく貴重なんでしょ？もう見えてるんだっけ？確か学園の屋上も開放するんだよね。いつだっけ？ということは、今日7月10日か。今年で15年目？そっか。時間が経つのって早いね。
けど。可愛い妹との登校中に考え事するなし。お兄ちゃん、忘れ物でもしたの？何それ？これ重いんだけど。ラジオ？何ができるもの？ドンキ？やたら存在感主張してるやつ？パピーの形見なんでしょ？深夜も早朝も真昼間も？いや誰が聞くんだし、それじゃあそのラジオっていうのやるの？お兄ちゃんが？聞く聞く！お兄ちゃん一人で放送するの？
てね。放送夜8時だろ。遅れんなよ。